作栄之助は、大日本帝国陸軍の軍人。最終階級は、公平五町。九運八等校六級。長崎県北松浦郡平戸村大技、平戸殿城浦出身。家族は父、乙次郎と兄が代行しながら、生計を立てていた。運送業に従事していたが、間もなく徴兵され、久留米独立工兵第十八大隊に配属される。 1932年1月18日、第一次上海事変が勃発。2月2日、独立公兵第18大隊は、上海派遣根制第24旅団の公兵部隊に、抽出され、5日、佐世保港を出発。7日上海に、上陸、直ちに第9師団、上田元吉中将の霊下となった。以降進撃を続け、20日午後旅団は、 国府軍との戦闘の最前線である病行鎮に到着した。21日午前8時30分、上田中将は加減少々をして、翌22日午前5時30分を騎手病行鎮を制圧せよとの命令を下した。だが、19素地軍はそこに幅4.5メートル、深さ2メートルの外号と深さ4メートルの鉄条網を作り、その後方14.5メートルには、 左右から日本軍に十字砲火を浴びせかけるために、側号を設け、そこに六機の銃機関銃を据え付けていた。不評の銃剣突撃ならば、歯が立たない。そこで、加減少将は、公兵第二中隊に対し、不評怒り大隊を援護し鉄条網の破壊を命じた。中隊長の松下艦隊員は、竹と藁の筒に爆弾を詰め込んだ即席の破壊塔を作成し、 1> 第1破壊隊、第2破壊隊の2小隊からなる総勢36名の攻撃隊を編成。第2破壊隊小隊長、東島時松,松将尉はさらに2分隊に分け、第1班は3組、予備の第2班は2組に分けた。そこで破壊刀を5本用意し、麦片区の家陰内にてシミュレーションを行わせた。午後6時、金氷宅生団にて休憩。翌午前3時、 正隊は、不評第三中隊と合流し、敵前50メートルの地点に陣地を構築した。第一般班長、まだ豊か気軍層は傾向している。発煙筒を持って敵の視界を遮り、その間に第一班を突撃させた。だが、鉄上網まで、あと14.5メートルというところで運悪く、南からの風で煙幕が晴れた。敵はすかさず機関銃を浴びせ、 マ田班長と破壊隊、第2組の小佐座義郎一等兵を除く全員が戦死した。第2班班長の内田徳次伍長は2組の破壊隊に突撃を命じた。作絵は第1組の最高列となり、江下武次、北川進むと共に敵陣へと突撃した。その途中、戦闘の北川が撃たれ負傷。諦めて引き返そうとしたが、それを見た。 内田五条に怒鳴りつけられたためそのまま突撃。鉄条網の下に飛び込み破壊灯をその下に差し込んだが脱出する暇もなく破壊灯は爆発。絵下、北側は即死。作絵は爆風で左足を吹き飛ばされ、駆け寄った内田五条にしばらく上言をつぶやいていたが、まもなく死亡した。続いて、第二組も成功。ひるんだ隙に、 まだ軍曹が戦死した兵士から抜き取った手榴弾を機関銃座に向かって投敵し、そのまま突撃。こうして三条の突撃路が開かれ、間もなく、不評もなだれ込み、敵人は陥落した。ありがとうございます。